皆さんこんにちは、ボンダマンでございます。本日はカメラマン、アシスタント兼現場指揮監督としてフレックスハイエース埼玉中央店の武藤店長にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回までを振り返らせていただきますと、サイドバー、もうこれ定番ですよね。そしてこちらロッドホルダーの取り付けを行いました。こちらの取り付け方法については過去の動画でご紹介させていただいておりますので、ぜひ概要欄からチェックしていただければと思います。ウェダーをハンガーに吊るしてサイドバーにかけれて、まあ便利ですねと。こちらもロッドを吊るすこともできるので、もうそれは便利です。でただこれはまあ綺麗な状態だから車内に干しているっていうわけであって、まあ外に吊るそうと思うとここしかないと。今ここにしか吊るすことができないと。よいしょ、こんな感じですね。まあ、これでも使おうと思えばできるとは思うんですけど、もうちょっと拡張したいなということで、今回もう一つカスタムパーツご紹介させていただこうと思います。いやー、武藤店長お待たせしました。今回こちらでございます。伊能さんのクロスライド、こちらの製品でございます。まあ、あのイラストで見ていただくと分かるように、純正無加工で取り付けのできるリアハッチ用のリアハッチ用のハンガーポールでございます。そんなに難しくないです。必要な工具はプラスのドライバー1つだけで、今武藤店長の構えている GoPro の真上、このハイエースの純正のこの釣り紐の位置、ここのビスに共締めを行うだけで取り付けできる製品でございます。やっていきましょう。はい、パッケージの中に含まれている製品はこちらでございます。もうこれだけです。サイドバーの取り付け動画でもおなじみのこちらのステーをこのパイプに通していただいて、パイプのエンドキャップと兼ねて車体のピラーの部分に取り付けができる両面テープが取り付いておりますので、両サイドにつけて合計3点で取り付けを行うという製品でございます。そうしましたらリアハッチの釣り紐解体していきたいと思います。といっても、まあこの位置にねプラスのネジが1個ついてるだけなので、まあ舐めないようにゆっくりとね外していきましょう。 OK かな。はい、こんな感じでございます。こんな感じ。このハンガーポール取り付けるにあたってこちら使わなくなりますので、大切に保管をよろしくお願いいたします。こんな感じでね、脱脂もしっかり行ってください。まあちょっとわからないかもしれないですけども、ここ油分ついてると表面テープの取り付け悪くなってしまうかもしれないので、入念によろしくお願いいたします。それでは取り付けしていきます。ドライバーが通る、まあ、穴が切ってある方を外側、車体の外側に向けて取り付けを行ってください。こちらですね。ただ今この状態で締め付けても両面テープ剥離してないので、この前にパイを剥がしてください。これ締め付けを行っていくと両面テープの部分もうビターっとくっついてしまうので、メジャーなどで最初にピラーの端から何センチぐらいなのかなっていうしっかりと計算した上で作業を行うようによろしくお願いいたします。きつ、僕が身長186センチあるのでリアハッチを左手で保持しながら作業を行えるんですが、環境によっては脚立などが必要になるかもしれませんので、足元と注意していただきながら天候のいい明るい場所で位置決めして作業を行っていただければなと思います。こんな感じで完成でございます。いかがでしょうか。先ほどまでこのようにこの釣り紐がぶら下がってるだけだった場所が、結構体重かけてもリアハッチごと動くような強度の出るハンガーポールが設置できました。このようなカスタムパーツが取り付けされていると、釣りの用具なんですけど、ウェーダーだったり汚れ物、水がボタボタと落ちてしまうものも釣り下げて、疲れたね今日もみたいな感じで一服している最中に干すことが可能です。釣りだけではなくてサーフィンでウェットスーツ使われる方はこのようにかけていただいて、明日どこ行くみたいなチルしていただきながら、じゃあ釣り終わりました、サーフィン終わりました、そしたら乾燥したものの中にしまい込みましょうと、このような使い方ができると。一呼吸で喋るの結構疲れるんですよね。そうだよ。はい、こんな感じでございます。本当5分ぐらいで取り付けができて、車両を傷つけないカスタムパーツの割に機能性ってすごく高いと思います。これ一つついてるだけでアウトドアのライフスタイルの幅広がると思いますので、ぜひ皆様釣り仕様だけではなく一家に一台これつけてみてはいかがでしょうか。こちらの製品に関しましても全国のフレックスの店舗でお取り扱いがございますので、ぜひ店舗に、価格更新と、あとはピット空いてるかどうかなどご確認の連絡を入れていただければと思います。今回動画の撮影にご協力いただきました
フレックスハイエース埼玉中央店の武藤店長が在籍していらっしゃいます店舗の URL、 フレックスハイエース調布店の南畑店長が在籍していらっしゃいます店舗の URL 概要欄に貼らせていただいておりますので、ぜひ皆様お問い合わせよろしくお願いいたします。今回3部作に分けて、サイドバー、ロッドホルダー、ハンガーレールの取り付けを行いましたが、後から取り付けすることも可能ではありますが、お納車する段階で乗り換えのタイミングで全部取り付けてしまうのが一番楽なのかなと思いますので、そちらに関してもカスタムだけじゃなくて、そういったご相談も承っておりますので、ぜひお問い合わせよろしくお願いいたします。それではこちらの動画が参考になった良かったよと感じていただけた方は、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイ。